今までで一番へこんだ出来事、これプライベートじゃないですか。そうですね、一番へこんだ出来事は気がついてみたら自分しか見てなかった時ですね。自分しか見てなかった時が一番へこんだですね。後になって振り返ってみればですよ。だって自分を顧みなくなった瞬間にへこんだり落ち込んだりすることはなくなったですよ。誤解されたりした時にだいたい普通落ち込みますよね。で普通そんな自分じゃないんだよって言い訳を始めるじゃないですか。で言い訳をする結果どうなるかというとますます離れていくわけですよ。わからない人がいたらわからないでいいじゃないですか。だって自分の背中でそれがいつかわかる日が来るわけですよ。でいつかわかればいいじゃないですか。でわからなくてもいいじゃないですか、自分がわかっとけば。だから自分のことしか考えてない時に一番へこんでる出来事が起こってますね。そうですね。あ、でもこれがなかったら私今いません。一番へこんだ出来事がなかったらこんな考えにたどり着くこともなかったし、こんな人生は絶対に送ってなかったですよ。多分人の気持ちがわからないまま鼻持ちならないやつでいたんだろうなと思います。だから今の自分から見るとそのへこんだという認識はもう上書きされててないんですよ。一番感謝してる出来事なんですよこれが。で必ずそういう時が来るみたいですね。自分が一番辛かったことが多分一番命を輝かせる何かのきっかけになるんだろうと思います。そんな日がきっと来るんだろうと思います。一番へこんだ出来事は大事に大事に取っといてください。で大事に大事に取っといて芽が出るまであったかく見守ってあげてください。最近自分の性格が悪いとつくづく思ってます。どうしたら治りますか。私カウンセラーでも何でもないんですけど。だって私自分の性格が悪いって気づいたんでしょ。性格悪くないじゃないですか。だって本当に性格悪い人ってそれが悪いって分かってない人ですよ。ですよね。だって自分が性格悪いって思ってる人はもうその時点でもうクリアできてるんでしょ。じゃあもう治ってるじゃないですか。これ分かってない人がもう手に負えないわけですよ。もうどうしようもどうしようもできないんですよ、もう分かってない人が。ね、自分の性格が悪いとか自分がダメだとか思ってる人たちは一体本当の気持ちは何だっていうと、もう一つしかないんですよ。自分の素晴らしさ素敵さっていうのを1ミクロも疑ってないんですよ。だからこういう思いになるんですよ。だって自分がダメだって思ってる人がダメだって思うはずないじゃないですか。自分が素晴らしいって分かってるからだから落ち込むんですよ。ダメな人はダメで落ち込むわけないじゃないですか。ダメなんだからですよね。私人間なのって落ち込むわけないでしょ。だって人間当たり前だからですよね。だから自分の欠点に目が行く人、自分の課題に目が行く人っていうのは自分って素晴らしいっていうのを疑わない人です。だから必ずそこにたどり着けます。でもそこにブロックがかかってるんですよ。性格が悪いって、まあ自分の経験ですよ。性格が悪いって言ってる人は性格が悪いって気づいてない人は全然別なんですけど、性格が悪いって思ってる人は人に合わせることができなくて辛かったりしてるわけですよ。なんかこう人に優しくできない自分がいたりとか、もっと温かくできるのにと思ったりとか、あるいは言わなくていいことをつい言ってしまったとか、そんなことを思って後ですごくへこむわけです。私ってなんて性格悪いんだろうって思う。でもなんか悪いですかねそれ。だってそういうことをやってたら必ずいつか気づきが来るんですよ。で気づいた瞬間これ治りますから。これを続けていくと ある結果が出てきます。でこのある結果を見て、あ、だからこうやって生きていこうっていう決心ができるわけです。で多分その途中なんです。でもここの結果を見てうわーって思っても、自分は何をやってもダメだとか思う必要は全然ない。落ちてるわけじゃないんですか。階段を登ってて登ってて結果こうですからね。ほとんどの人はうまくいかなかったらすんげえ下だと思ってるわけですよ。落ちたと思ってるわけです。人生は落ちることは絶対にありません。どうやっても登っていくんです。
って登っていく途中でたまたまその結果が自分の求めてたものと違った時に落ちてるって勘違いしてるだけなんですよ。あの登りしかありませんから人生。だからあの落ち込むんじゃなくてここから何を学ぶか何を気づくかなんですよ。で気づいたらもうこの生き方は嫌だって思ったらこの生き方は嫌だって宣言すればいい。その時点で私はじゃあこう生きていくって決めればいい。それがあの道しるべっていうやつですよ。今例えば自分が性格が悪いっていう道しるべに沿って進んでいくわけです。でその結果あるところにたどり着く。でこの結果がもうどうしても自分にとってはもうダメだ嫌だって思ったら違う道しるべに向かっていけばいいんです。そこからそれだけの話なんですよ。好きな食べ物は何ですか？カレーカツカレーラーメンケンタッキーフライドチキン。もうなぜ好きなのか理由簡単ですよ。メニューにそれしかないからですよ。私は優柔不断なんですよ。すんげー迷うんですよ。中華料理屋さんとかが一番立ちが悪いんですよ。だって全部食べたいんですもん。うわこれも美味しそうこれも美味しそうこれもで何も決められないんですよ。だからあのその結果気がついたらあの単品のメニューしか置いてないところを選ぶようになったんですね。だってカレー屋さんとかカレーしか置いてないじゃないですか。でもここ一番屋とかに行くとまたそれも困る。いっぱいあるカレーなのにって。だからもうカツカレーにしたんですよ。カツカレーだったらどこに行ってもカツカレー選べないから、たまにそのカツの種類がありますけどもそんなのはもうラーメンはもうラーメンしかないですので、でケンタッキーフライドチキンはもうケンタッキーフライドチキンしかないからですね。そうすると迷わない、迷わないと楽。あの人生も一緒なんですよ。結局迷わなかったら楽なんですよ。楽ですよね。あっち行きこっち行きしてるから全然うまくいかないわけですよ。途中まで登ってるのにまた引き返して違う道行ってこれも違うとか言ってその間に迷わずに行った人はもうついてるわけですよ。もう同じ労力を使って。だからいかに早くその自分の命の使い方の軸っていうのをぶれないようにするのかっていうのを決める必要がありますよね。みんな一緒なんですよ。あの人生の軸っていうのは周りの人のためにどう命使っていくのかっていうだけなんですよ。落ち込んだ時よっしゃって踏ん張れるためにどうする？落ち落ち込む人多いじゃないですか。あれ落ち込んだ方が得するからですよ。落ち込んだ方が得するんですよ。かまってもらえるから。あそれを悲劇のヒロイン効果で言います。あの幸せな姫は誰からもかまってもらえないんですよ。あだけど悲劇のヒロインは誰か彼かの救いの手を出してくれるんですよ。そうするとそれがやめられなくなるんですよ。だから落ち込んだふりするんですよ。で不幸なふりするんですよ。あれふりですよ全部。誰もだからあのよくいるじゃないですか、おもちゃ買ってもらえなくてあのすんげえな地べたでわーとかやってる子がいるでしょ。でも親が本当に構わなかったら泣くのやめて走っていくじゃないですか。あれと同じことやるんです人生でも。落ち込む人は落ち込んだ方が得だという経験をしてるんです。どこかでだからあの落ち込んでる人を助けちゃダメなんですよ。間違った教育になりますから。そこが強化されるんですよ。言葉もそうですか。はい、落ち込んだ時はほったらかすんです。ほっとった方がもう確実に伸びます。へだからあんまり手を出さないように。全く手出しません。私はあの子供が泣いてる時に一回も聞いたことありません。子供が笑顔で来た時にあこの間ちょっと心配しちゃったけど今日笑顔やねって一言言うだけですよ。だって自分で乗り越えてるわけです。傍観者になってたらいいですか。はい、それが厳しさだと思うんですよ。あの私の教え子ですから空気読まないんですよ。みんな会いたがってたよ。だよね、はい、俺も会いたいわ。はい、チーズ。痩せたねって半分ぐらいになった。うん、そうね、あの頃はぬいぐるみを着とったけんな。岩手と連絡取ってる。誰？岩手取ってないよ。
みちこちゃんも。あ、みっちゃんも撮ってない。なんかね、理科の授業中もね、半分以上前で喋ってた。やかましい。誰がバラせ言うた。同窓会開きたいって。ほんと？いつ？近々。ちょっと企画しとく。連絡先が分からない。ああ、ゼロ。ああ、これ言うたらダメやん。あ、ありがとう。あ、いいよ、リオちゃんも。すいませんね。誰？ああ、ジョコでしたね。ミミと繋がる。ジョコで繋がってたんね。そう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 。ヒロシとかも。あ、そうなん？ヒロシもヒロと藤田ヒロとの。おうんうんうん。ババショウ。マジか。ミカちゃんとか。コアなメンバーばっかりやな。おお、いやよかった、会いたかった子に会えたわ。ああ、そう、はい、ああ、わりわり、はい、はい、ありがとうね、またね、連絡する。つくづく幸せですよね。本当にこの頃の自分って好き放題やってたんですよ。好き放題って言ったら変ですよね、うん、自分が好き放題してるから子供たちも同じことを学んで、子供たちも好き放題やっていくわけですよ、うん、で好き放題やっていくと誰も予想しなかったドラマが展開していくわけですよ、そこから。それまで私はその未来の扉は自分が努力して開くもんだと思ってたわけです。だって自分の未来の扉だから自分で開くものだと思ってたわけですよ。ところがその未来の扉って自分が開く扉でも何でもなかったわけですよね。結局みんなで力を合わせて寄ってたかって開くものだった、うん、で人が開くものだったんですよ結局は。でそれはなんで開くかって言ったら人のために命を使ってるからなんですよ。だからお礼として開いてくれるわけですよね。未来の扉は自分の努力では絶対に開かないようになってる。その自分の努力っていうその自分の財産、自分の能力とか才能を人のために使った時に初めてその努力は生きるわけですよ。だから自分はがむしゃらに努力した時期があってよかったなって思ってます。自分ががむしゃらに努力したから結果そこにたどり着けたんだろうなって。がむしゃらに努力なくていきなり最初から人のためにとかやってたら多分見失ってたかもしれんなと思うわけです。何のためにっていうのが抜け落ちてた。自分のためにやってダメだったから分かった。でもその自分のためにもやってない人がいきなり人のためにってやってもなんかうまくいくのかどうかは分からない、うん、うまくいくのかもしれませんしそこは分からないんですけど。だから自分が今まで努力してきたことを見直してみて、それでそれが人の笑顔にどう結びつけられるかなっていうのを考えていくと少し自分の人生が変わっていくのかもしれませんね。使命が何か分かりません。ないといけないのでしょうか。使命って命の使い方ですよね、うん、って書きますよね。なので生命も一緒ですよね。命を生かすって書きますよね、うん、命を使う命を生かすっていうのは一つだけなんですよ目的は、うん、世のため人のためなんですよ、うん、そうやって世の中は成り立ってるわけです、うん、世のため人のためじゃなくて自分のためだったら無人島で人は生活していけるわけですよ、うん、でも無人島で一人で生活はできないんですよ、うん、やってみればわかります、はい。ね、簡単ですよね。人は一人では生きていけないんですよ。それを私は一人で切り開こうとしてたわけです。一人で生きていると思ってたわけです。だからうまくいかなかったんだろうなと思います。だって自分は着てる服だって食べてるものだって今ここにこうやっていることだって自分がやったことって何一つないですよここに、ね、そうですよね。自分は裸一つで生まれてきて裸って一つしかないんですよ持ってるものが。あと全部人が作ってくれたものですよ、うん、誰か連れてくるんですか。ね、僕ら愛媛から来ましたけど。愛媛から来たんか。やっぱりどこまでも変態やな、やっぱな。それだけじゃない。ね、だから
そのなんて言ったらいいのかな、こう命の使い方っていうのは自分のために使った時にはあまりうまくいかなくて、人のために使った時にうまくいく。お金だって一緒ですよね。お金ってもともと笑顔と幸せのために生み出されてるシステムですよ。お金って多くの人が言うのはお金を汚いものだと思ってるわけです。でお金を稼ぐことは悪いことだと思ってるわけです。お金持ちより貧乏の方がなんかこう人として清潔みたいなことをなんか漠然と思ってるわけですよ。でもそんなところにお金が遊びに来るはずがないですよね、当たり前ですけど。でお金ってもともとどういうふうに生まれたのかっていうと、生き延びるためのシステムなんですよ。大昔は食べ物を保存する技術はなかったわけです。だから取れたものは腐っていくわけです。でもたくさん取れた時はみんなでね食べる分が十分にあるからいいんですけど、取れない時があるわけです、自然相手ですから。で結果その時の人たちはどうなったかっていうと、飢え死にしていったわけですよ。だってそんな時代がずっと続いたでしょ。飢饉になったら大勢死んでいったでしょ。そんな生活をずっと大昔からしていったわけです。ところがそれじゃ嫌だと思う人が出てきた。なんとかならんかって助け合えんかと思ったわけです。人っていろんなところに暮らしてるわけですよ。同じところに暮らしてるんじゃないんですよ。いろんなところに暮らしてる。そしたら海端の人は海のものを取って生活、山の人は山のものを取って生活してる。いろんなところでいろんなところで取れたやつを食べながら生活してる。じゃあそれを交換していけばいいやんみたいなことを提案するわけですよ。例えば魚一匹と、木の実これぐらいねみたいな、でこうやってルールを決めとけば、これ交換してって言ったら交換してもらえるわけでしょ。だから食が豊かになるわけじゃないですか。そうやって人間は生きてきたわけです。ところがそれでもその自然には勝てなかったわけです。取れない時には結局共倒れになっていくわけですよね。でもそういう時におかしい人が出てきて、いや俺とんでもない素敵なこと考えたって。で何かっていうと、その腐らないものをみんなでその決めればいいやんって。例えば魚一匹と木の実これぐらいが同じ価値だっていうんやったら、ここにあるこんなツヤツヤした石ころも同じ価値やってみんなで決めればいいやんって。でその石ころ持っとけば魚一匹と交換しますよみたいなことに、みんなでルールを決めればいいやんっていう話をするわけです。そしたら石ころは腐らないわけですよ。だからそれ素敵やねって。で、小さいコミュニティでその実験が始まるわけです、そしたらどうなったかというと、魚がたくさん取れた時にはその魚をみんなに配るわけです。そしたらその結果みんなから石ころをもらえるわけですよ。だから石ころが残る。そしたら次魚が取れない時にごめん助けてって言ってその石ころを配ったら食べ物がやってくるわけですよ。そうしたらみんなハッピーになれるわけです。生き延びることができたわけです。それが元々のお金の出発点なんですよ。だからお金はどういうふうに使えば一番喜ぶかっていうと、人の笑顔を増やすために使った時に一番本来の生きる意味を見出して喜ぶわけです。ところが今何をやってるかって言ったら、お金でお金を生み出そうとしてるわけでしょ。それを世の中のシステムとして発明した人がいるわけですよ。金融というシステムを発明した人がいる。そしてその結果どうなったかっていうと、お金持ちとお金持ちじゃない人の格差ができて、で今お金はどういう気持ちでいるかっていうと、自分がこうやって命を使いたいんだって思ってるのに全然それをさせてもらえないことに嫌気がさしてるわけです。うんざりしてるわけですよ。ギャンブルで使ったり投資で使ったりするのを一番嫌気がさしてるんですよ、お金は。だって誰の笑顔も生み出してないから、だからそのもう渋々動いてるわけです。だから渋々動いてるから今の世の中になってるわけですよ。結局はお金が反乱を起こし始めたんですよね、ついに。もういい加減にしろって。20世紀までそれでよかったんですよ。まだ渋々やってたの、お金もね。ところがもういい加減にしろっていうことになった。んでその中でおかしい人たちがやっぱり少数いるんですよ。そのお金をね、世のため人のために使ってる人、あるいは面白いことに使ってる人、アホなことやってる人のことがどうしてもお金は気になるわけですよ。あそこにねって、面白いおかしいところがあってねって、でそれがひそひそ話のはずだったのに、お金の口コミって世界一ですからね。全世界とつながってますから、お金は全世界で、その口コミが全世界で広がるわけですよ。ワールドワイドに行くわけです。おかしいところがあそこにあるみたいな、じゃあ俺行きたいみたいな感じで試しに偵察部隊がやってくるわけですよ。その偵察部隊がやってきた時にそれをおかしいように使うと、噂は本当やったみたいな感じでまた来るんですよ。ほんでいろんな姿を変えてくるんですよ。それがお金って2種類ありますよね、紙幣と貨幣っていうのが。
小銭と、まあ、お札、うん、で、あの小銭ってお金の子供ですよ、うん、でお札がお父さんお母さんみたいなもんですよ、うん、で親が一番喜ぶことって親だったら一番わかると思いますけど、うん、親が一番喜ぶことって子供が幸せに生きていくことなんですよ、うん、じゃあ子供が幸せに生きていくことって何なのっていうと、子供が世のため人のために役に立つことなんですよ、うん、ですよね、うん、そしたらその小銭はどうやって使えばいいかっていうのはもうその瞬間に見えたじゃないですか、うん、募金すればいいんですよ、うん、そしたら世のため人のために旅をすることになるわけでしょ、うん、で親が感激しますよ、うん、うわー自分の息子娘を世のため人のために使ってくれてありがとうって言ってやってくるわけです。だから親ごと使っていけばいいんですよ今度は、うん、いやあなたもよみたいな感じで使っていくわけですよ。え、私もですかみたいな感じになる。親も子も楽しめるディズニーランドみたいな感じでまた来るんですよ、親子引き連れて。で他の家も、え、本当なのって、でそんなに本ってやったらちょっとうちの息子をちょっと派遣しようかしらみたいな感じでまた来る。でもそれを溜め込んでたらまたやっぱり嘘やったわみたいなことになるから、もう自分はその小銭1円玉と5円玉と10円玉は、財布に入れる前に募金しますっていうふうに決めたわけですよ。でその募金箱がないところがあるじゃないですか。であるところまで一時保管しとけばいいわけですよ。であるところで全部出せばいいっていうふうに考えたわけです。まあ完全アホですよやってることはね。でもそのアホなことをやってた結果どうなったかというと、お金に困ることは一遍もなくなったですよ。結局その買い物なんて1日に何十回もするわけないじゃないですか。もう何十回もしたらあのメモしなさいっていう話でしょ。もうあの1日に 2,3 回ですよやって、たまたまお釣りが49円来て、でその49円毎回49円お釣りが出ると仮定して、そんなことないですよ。でやったとして1ヶ月に3000円程度ですよ。でそんなことほとんどなくて、実はあの自分があのデータ取って調べてみたら1ヶ月に1000円程度でした。だからその1000円募金できますかっていう話になるわけですよ結局は。ですよね、1000円程度やったらできるやんって思うわけですよ。じゃあ1000円募金すればいいわっていう話になるわけですよ。でもそれじゃ力が弱すぎるんですよ。トレーニングするのと一緒じゃないですかね。1ヶ月に1日だけ腕立て伏せ1000回やりましたっていうのと、1日10回ずつ1ヶ月やりましたっていうのではどっち側の力がねあるかなんて明らかでしょ。それをやってったわけですよ。で自分がなんでそんなことをやり始めたかっていうと、大昔からそのお金の使い方を間違えてる人たちが多かったんですよね。その当初の理念を忘れてしまって、でお金をの使い方を間違えて、それでその苦しんでる人たちがいっぱいいた。それを救おうとしたのがお釈迦様だったんですよ。お釈迦様は托鉢っていうシステムを編み出すわけです。あれって不幸をなくすシステムなんです。世の中を苦しみから救い出すシステムなんです。ほんで弟子の全員が意味がわからないわけです。あのお師匠様意味が全くわかりませんって、なんでこれがあの世の中の悩みとか苦しみを救い出すシステムなんですかって。だって托鉢って知ってるでしょ、お金もらうわけですよ。でお金もらってお経を唱えてチーンってやって帰っていくわけですよ。ほんでその意味がわからないのはお金持ちのところに行っちゃダメなんですよ。ほんで明日死ぬかもしれないというところに真っ先に行ってお金もらってこないといけないんですよ。ほんで弟子は意味がわからない、だってお金払えないからこうなってるんでしょって思ってる。ほんであのお師匠様は私の分かるように教えてくださいっていう弟子が言うわけです。そしたらお師匠様は笑顔でこうおっしゃるわけですよ。なぜあの人たちがそのいつまでも貧しさから抜け出せないのか、あの苦しみながら生きていかないといけないのか、あなたは分かりますかっていう話をするわけです。分からない、あの人たちは人のためにお金を使ったことが一遍もないからだっていうわけです。だからいつまでも貧しさから抜け出せないんだと。あなたは人のためにお金を使わせるという経験をさせてあげるために行くんですって。だから真っ先に救うべき人のところに行きなさいっていうわけです。もう2000何百年も前からお金は人のために使わなかったら幸せやってこないですよっていうのは真理として分かってたわけですよ。だから自分のできる範囲で人のためにお金を使ってる人のところに幸せがやってくるようになってるじゃないですか。自分は何の力もなかった、あの何の才能も能力もなかった、ただ人が喜ぶことをやってったらこうなっただけですよ。で、あのその結果あの未来に対する不安とかは全然なくなったですよね。でも
それなんでそこにたどり着いたかって言ったら、自分があのがむしゃらにやってった過去があったからだろうと思います、うん、がむしゃらにやるっていう練習をしてたんでしょうね、うん、だから思い切って突っ込めたんでしょうね、うん、多分あの自分のできる範囲でやってったらいずれここにたどり着くと思います、うん、だってあの階段ですから。ただ自分はあの待てないんですよね、せっかちなんですよ、うん、だから全力でちょっと走ってみた。全力で走ったらあの全力で世界が変わっていったっていうだけの話で、自分のできる範囲で人が喜ぶことをやってたらいずれ人からあの頼られて当てにされてあの支えられて生きていく人生が開くんかなと思います。自分が一番思ったのはお金なくても死なないということでした、はい、お金なくても死ななかったですね。ほんで人のために使ってたらなぜか知らないけどどこか知らないけどお金がやってきました。不思議ですけどなぜか現金書き留めの封筒とかがやってくるんですよ不思議でしょねえいや本当なんですよ。おかしいでしょ。だからもう考えられないんですよ、もうはっきり言って。何回もあるんですか。何回もありますよ。何回もあるんですよ。で銀行に振り込まれてることだって何回もありますよ。どこで銀行口座聞いたの。おかしいやろって。え、どこでそんな個人情報すっぱ抜いたのあなたみたいな。本当そうですよね。あのお礼がしたくてこれその世のため人のために使ってっていう人が出てくるわけです。まあ喜んで世のため人のために使うわけですよ。それはだって本当にもうあの自分で自分がアホだなって思うんですよ、うん、あのそういうお金がやってきて生活が楽になるかななんていうのは一つもなくて、おこれでなんかプレゼントがまたできるわみたいなことを考えてるも完全にもう中毒ですよね。もうでもその結果みんなからこうやって支えられて生きてるわけです、うん、なんか使命なんてみんな一緒なんかなって思う。ただやってることが違うだけなんですよ、うん、あの仕事が違うのはそういうことでしょ、うん、仕事って全部世のため人のためにあるわけですよね、うん、世のため人のためになってるからだからお金がもらえるわけですよね、うん、でもあれあの自分のためにお金を集めようとしてたら絶対うまくいかないようになってるんですよ、うん、あのいろんなあのビジネスがあるでしょ、うん、でいろんなビジネスがあっていかに効率よく顧客からお金を吸い上げるかみたいな、うん、あのそんなメールがいっぱい来るじゃないですかね。顧客をリピーターにするコツとか、あるいはこうセールスのテクニックとか言って、うん、人ってなんでか知らないんですけどそのうまい話はないって分かってるのに自分のところにだけは来るかもしれないと思ってるわけですよ、ね、そして自分だけはなんか人生のエレベーターを手に入れることができるかもしれないと思ってるわけです。あるいはあの自分のところにだけなんか人生のヘリコプターが来るかもしれないと思ってるわけです。でその山があるんですよ人生にね。この山って自分の足で歩いていくしかないんですよ。で一歩一歩一段一段歩いていくしかないんですよ。だけどなんか隠し扉があってでこの山の中になんかエレベーターみたいなのがあってなんかチューンって行けるんじゃねえかみたいなのがあったり、あるいはなんか遠くになんかヘリの発着場があってそこのルートを知ってるやつだけがなんかこっそり行ってヘリでブーンって山の頂上に行くみたいな、それがあのいわゆるあのセールスですよ。いろんなあのお金をその効率よく儲けましょうみたいな、あるわけないじゃないですか。でもわからないよ。だから自分がお金を稼ごうとしてそのお金の稼ぎ方が自分に向いた瞬間に幸せは逃げていくわけですよ、うん、でも自分があの人の笑顔を増やすために人の幸せを増やすためにやってることは応援する人が来るんですよ、うん、それだけの話なんですよ。人が喜ぶことやっていけばいいわけですよ、うん、自分が今お金をもらってる仕事があるんだったらそのお金をもらえてる理由を考えるわけですよ、うん、あこれ世のため人のためのこういうところにつながってるんだ、あこの仕事の先にこういう人たちの笑顔があるんだっていうのを想像するんです。そこが見えないからブレるわけですよ。こんな仕事が何の意味があるんだと思うわけです。あるいはそれが見えてこないと今月はこのノルマを果たさないとクビになるとか、あるいはそのこれだけ稼がないと生活が成り立たないと思ってるわけですよ。でもその瞬間にも人の笑顔は見えなくなってますよね。目の前の人を一人笑顔にするだけで世界変わっていくんですよ、うん、
自分が自分に与えられた仕事を一つこなすだけで世界は変わっていくんですよ。だけど目の前の人一人を笑顔にしたって世界なんて変わらないよって思ってる人はその通りの人生がやってくるわけです。自分の仕事をこれ一個やったって何の意味もないよとか思ってる人にはその通りの人生がやってくるわけですよ。ですよね。幸せに生きる人とかトップに行く人ってみんな一緒なんですよ。どんな小さなことでもないがしろにしなかった人なんですよ。ただそれだけなんですよ。イチローが言ってるじゃないですか、あなたたちが思うイチローには誰だってなれるんですって、私と同じことをすれば言ってるじゃないですか。誰だってそうなれるんですよ。イチローはその目の前の小さなことを決しておろそかにしなかっただけなんですよ。例えばイチローがもう4000本打ったから自分はもう明日から素振りなんかしなくていいよねとか言った瞬間にもうイチローとしての生命終わるわけでしょ。だけどそんな小さなことを決して手を抜かなかった、決しておろそかにしなかったからやがて神様が味方するわけでしょ。彼は言ってますよね、自分の能力だけでここまで来れたとは到底思えないって、全てに助けてもらったって。 WBC で最後決勝打打てたのは絶対道具のおかげだって言ってたんですもんね。あれは彼が一日も怠らずに道具を大切に扱っていた。だから最後の最後でコンマ何ミリか道具が味方したわけですよ。ヒットになるかアウトになるかなんてコンマ何ミリですよ。そんなの人間の力でコントロールできるはずがないじゃないですか。だからイチローは言ってますよね、道具が助けてくれた。だから小さなことをないがしろにしなかったら必ず人は目的地にたどり着けるし必ず人は幸せになるわけです。それが皆さんの目の前にやってくる人であったり目の前にやってくる小さな仕事であったりするわけです。はい、というところでなんと全員分の質問がクリアできました。ありがとうございます。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。